僕安成は、朝鮮民主主義人民共和国の政治家。朝鮮労働党中央委員会政治局員、党中央委員会宣伝担当書記、党中央委員会宣伝宣道部長、最高人民会議議長、朝鮮労働党中央委員会副委員長、平安南道党委員会委員長などを歴任した。朝鮮労働党平安南道党委員会責任書記、 委員長などを歴任した後、2017年10月7日の第7期党中央委員会、第2回総会で党副委員長に選出され、金正恩による国内視察への随行が報道されるようになる。2018年5月15日、朝鮮労働党による中国新前参観団を率いて中華人民共和国を訪問。ハイテク企業が多数立地する。 中間村地域などへの訪問を行った。この視察先には、同年3月下旬の金正恩訪中時にも訪れており、視察に関して、金正恩本人、または最側近からの指示があったとみられている。2019年1月、第2回米朝首脳会談の準備も兼ねて訪中した金正恩に同行。2019年4月、最古人民会議議長に選出。なお、 党副委員長については内閣総理を退任することになった僕笹熊に譲り担当が科学教育部門に変更された。2021年1月5日から開催された朝鮮労働党第8次大会で中央委員会委員に再選され1月10日に開催された党中央委員会第8期第1回総会で朝鮮労働党中央委員会政治局委員 当中央委員会宣伝担当初期、当中央委員会宣伝先導部長に選出されたが、同年3月の第一次市、軍責任初期講習会と4月の第6次細胞初期大会を欠席したため、韓国メディアから失脚説が報じられるようになったほか、5月8日には、東亜日報記者で脱北者の朱ン派が、自身の YouTube チャンネルで、僕が、 金正恩の妹で、宣伝先導部副部長の金、与えただしとの対立や、行政上の落ち度などを理由に処刑された可能性が高いと伝えた。ありがとうございます。